はい、短期決戦です。ドル円は114.57です。ユーロ円は122.36、ポンド円は144.24です。ダウは32ドル高、原油は53.77、先物は77円高です。なんでしょうね、この円安は。株価は32ドル高なのに対して1円安になってますからね。円安傾向が強いので気をつけていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。